相当、まあ、雪も降るかわからんから、まあまあまあ、ちょっときついめの勾配で上がってくるのか。だがここ、これくね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 はいいけども、くねくねした勾配のところをきれいにこれ舗装仕上げてるけども、これも腕やろな。表面が丸いところでもきれいにその形に応じてやってるから、こういうのを見たらさすがやなと思うな。あれもプロフェッショナルやな。トンネル掘る人と同じで、そろ音乗りです。平日は誰もおらんやろ。知ってる人は、あそこはトイレ休憩、いやトイレ休憩するんやったら道の駅でするわな。道の駅おことろで、ここ下に綺麗なトイレがあるんですよ。あのいかだ下りの乗り場です。音乗りが乗り場でいかだ下りを降りるところが小松です。あれまあ、イカ土の滝ももちょろちょろ中パッパ、トンネルです。ちゃうちゃう、小森トンネルです。明るいな、やっぱり寝ぐちゃりますね。補助灯は冬場が終わって、初夏、春初夏になれば、早朝に家を出て暗いうちに山間部を走るので、補助灯が寝打ちが出るでしょう。
あの道路で小松っていうところ、あそこのレベルとこのレベル、ここあのトンネル、この橋、この橋があの道にくっつくんですわ。相当向こうは上がってると思うんだけどもな。この道、これもこの道幅いっぱいいっぱいに仕上がりますから、この道があのさっきの小松の道路とくっつきます。それだからだいぶ高低差があるから、どのように行くのかなと楽しみにしてます。これは昔の吊り橋の名残。さあ道の駅奥泥に到着。山の宿です。レストランの名前はジャバラ食堂。ここです、山の宿。お疲れ様でしたって言ってくれるのはナビだけやね。あー、いい天気やな。いいです。